アイドル数に対しての質問にお答えしていきます。今回の質問はこちらなんです。先生、アイドル水に蜂蜜入れなくてもいいですか？というね、ご質問いただきました。お答えします。丸です。無理に蜂蜜入れて飲まなくても良いです。それには理由があります。なぜ蜂蜜を入れなくても痩せることができるのか、そして最後に効果的な痩せる飲み方をお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。で、もともとあるそのアイドル水の材料ですねの中に、普通ここね、蜂蜜ではなくてね、白砂糖なんですね。ただ私はその腸活の専門家からの観点で言いますと、お勧めしてないんです。なので白砂糖の代わりにこの蜂蜜使ってくださいねってお話をしてるんですね。なぜかと言いますと、そのあなたがですね、お痩せになりたいのにこう白砂糖を取ってしまうと、腸内環境ですね、お悪くするんですね。そうするとどういうことが起こるかというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌がどんどん増えてしまって、あなたはどんどん太りやすい、ね、食べ物が、ね、食べたくなってしまうんですね。で、私も過去、白砂糖中毒の経験がありまして、白砂糖ってこう一度食べ出すとやめられないんですよ。で、やはりその取ると太りますしね。ですから白砂糖の代わりに蜂蜜がおすすめの理由がこちら。痩せる効果が、ね、あるんですよ。ビタミン、ミネラルが豊富、栄養が豊富なので痩せ体質になれる。また脂肪燃焼効果があったり、ビフィズス菌と呼ばれるその痩せ菌を、ね、増やすことができたりとか、そういった、ね、効果、活性酸素を取ってくれたり、蜂蜜ってすごいんですよね。もちろん取りすぎてはカロリーオーバーになってしまうんですけれども、このアイドル酢に使うような量、大さじ2分の1とかぐらいでも全然 OK なんです。で、またそのお茶なんですけれども、その緑茶をベースに使うレシピが基本なんですが、この緑茶も先生苦手ですとかですね、カフェイン取りたくないんですって方いらっしゃるんですよ。そういった方々のために私がもう一押しなのが、緑茶の代わりにルイボスティーを使って作ることなんです。で、この時ももちろん蜂蜜なんですよね。なので、まとめますと、あなたがその蜂蜜入れたくないとか、もしくは蜂蜜切らしてたとかですね、手元にない場合は無理に入れなくてもいいですよということ。ただ蜂蜜自体はその脂肪燃焼効果、痩せ効果がありますし、その腸内環境を整えるオリゴ糖がたっぷり入ってますから、やはり入れていただくのは OK、 ただし適量ですよということ。で、ここでですね、なぜ蜂蜜を外してもあなたが痩せることができるのかというその理由についてですね、詳しくお伝えしていきますね。で、そして飲み方もポイントですから、ぜひチェックしていただきたいと思います。ちょっと変えますね。そのベース そのレシピの緑茶と、また私がその緑茶の代わりにおすすめのルイボスティーですね。このお茶自体がもうそもそもその脂肪を燃焼する効果がね、すごくあるんです。まず緑茶から、もう緑茶が持つそのポリフェノールで代謝が上がって、結果脂肪燃焼効果が上がりますし、あなたのその脂肪を溜め込んでしまうですね、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあります。で、またコーヒーなどに比べるとカフェインがやっぱりね、少ないんですね。で、このカフェインを取りすぎてしまうと、またこれがですね、腸がよく動かなくなってしまいますから、やはり適量なんですね。飲みすぎには注意です。で、またその代わりとしてルイボスティ、こちらはノンカフェインですから安心ですよね。授乳中のママとか、その神経がこう立ってしまってカフェイン苦手という方は、やっぱりルイボスティーおすすめなんです。で、ルイボスティー自体もやはり脂肪燃焼効果が高い、非常に高いですし、善玉菌と呼ばれる痩せ菌をね、やっぱりこう優勢にしてくれる力もある。で、また非ヘム鉄といって、女性の方は特にこう鉄分も取れるんです。で、またそのアイドル水の中の材料のレモン果汁がありますよね。ああいったレモン果汁に入っているこのビタミンと、この非ヘム鉄がすごく相性が良くって、その鉄の吸収をですね、やっぱ良くしてくれるんですよね。で、デトックス効果もありますから、腸内環境がきれいになって、どんどん余計な老廃物が出ていってくれますから、あなたは痩せることができるんですね。さあ、いかがだったでしょうか。で、ここからその痩せる飲み方なんですが、私がですね、お伝えしていたその時はちょうど夏の時期でですね、暑かったので、その
冷蔵庫で冷やして作るタイプもお伝えしておりましたが、ただ動画でもね、これ飲みすぎないでくださいね、腸を冷やすと太ってしまうんですよってお話をしております。もうせめて常温がベストっておっしゃっお伝えしていたんですけれども、今回はもう今も秋から冬になりますよね。もうとにかく冷たいのは NG です。なぜかというと、あなたの腸を冷やしてしまうと、先ほどお伝えしました通り腸が動かない、またそのことで悪玉菌が増えて、デブ菌が増えて、どんどん太る体質になってしまうからなんです。そこでこのアイドル水はですね、今から、まあ、夏でも本当はねおすすめしたいんですけれども、ホットで飲むこと、ホットで飲んでいただくと、あなたの腸がですね、全濃度がどんどん活発になってくれて、結果痩せ菌が増えて痩せ体質になることができる。ですからあなたは蜂蜜なしでもホットのアイドル水を飲むことで、どんどん健康的に綺麗に痩せることができるんです。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗にリバウンドなく痩せるを応援しております。でまた私、こういった腸活の方法ですね、ファスティングのお話もさせていただいております。ファスティングに興味があったり、また痩せることに対してご質問がある方は、どんどんこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後直接私までご相談くださいね。一つ一つ丁寧にお返事させていただいております。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルが役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をどんどんしていただきまして、楽しくご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。